いらっしゃいませ、レモンの入れもんです。年内登録者1000人目標に活動しております。もしこの動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。本日は OB 第2弾で登場しました石毛選手を使っていこうと思います。まずはステータスの方からね、確認しながらやっていこうと思います。それではやっていきましょう。はい、それではステータス見ていこうと思います。弾道ラインドライブミート81、パワー78、走力75ですね。称号でパワー A 乗せて81のミパ同値が決めれるので、まあリーグ的にもね使いやすいかなと思っております。まあ能力はね言わずもがな高いんで、まあこの辺はねちょっと使いながら使用感を確かめていけたらなと思います。はい、続いて裏捨てです。守備がね C の67でちょっと守らせるのは若干厳しいかなというような個人的な意見です。やはりね TS 第1弾で出た松井和夫さんに比べるとやっぱり守備捨ての方が劣るので、まあそのあたりはねちょっと使ってみながらどれぐらい守れるかを確認していけたらなと思っております。最後に特殊能力です。超広角打法ラインドライブ回選球眼となっております。チャンスとかがねついてればもうちょっと強いかなと思う部分はあるんですけども、この3つの特殊能力だとどこからでも出るので、かなりね能力としては上げれる特殊能力じゃないかなと、まあ打撃に特化したね特殊能力になってるんじゃないかなと思います。はい、なんか最後寸評確認してたら先頭打者ホームラン8本っていうねちょっと化け物みたいな記録を見たので、まあちょっと1番で使っていきながらね使用感確認していこうと思います。もしあわよくば1本ホームラン打てたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、では石毛さん初使用初戦ですね。名人6位の方よろしくお願いします。はい、じゃあ早速1打席目いってみようと思います。いえー、バット前出すぎじゃね。個人的にねちょっとあんまバット前出てる人ね構えにくいんですよね。はい、あー、まあまあまあこれはまあ僕の実力がないだけなんで。はいはい、ボールボール、そろそろ落ちる系来るでしょう。 OK、 ちょっと詰まっててもねやっぱライドラ早いな、抜けてったよ。ライドラやっぱいいですね。ああそう、もう何事もなくさっきの1本だけでしたね。じゃあ守備はスキップ。はい、ヒット打たれましたけどね、なんとか0点で抑えることができました。攻撃、あーくそ。はい、続いて GG さんですね。 GG さん打ちやすいんだよな。 OK、 はい、ちょっと詰まったけど OK。 守備うまっ。はい、つま先さんで打ってね、点入れていきましょう。はい、はい、じゃあ交代かな。わあ、大魔神か。大魔神さんね、フォーク意識してるから、大抵ね、こうしてまっすぐ、初め投げてくるからね。まっすぐ張っていきましょう。オーケー。張ってた割に詰まったけど、まあまあまあ、いいでしょう。はい、しげさんの2打席目。まあ、多分こっからはフォークが増えてくると思います。カウント的にまっすぐかな。オーケー。早打球。はい、結局あの2点だけかな。じゃあ守備はスキップ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ使用2試合目ですね。フロート5位の方よろしくお願いします。また山本由伸さんですね。まあ、まっすぐとスプリットかな、意識しながら振っていきましょう。はい、ツーシム、オッケー。だいたいねまっすぐ投げてくるんだよな、こういうやと。オッケー、打球速っ、めっちゃすぐ抜けてったな。やっぱアーティストとかとやっぱ打球感がやっぱすごい違うのがいいですね。オグレディさんも意外に打ちやすいんですけどね。今回はもうライトフライ。さすが頼れる男、山川穂高。あー、アウトか。あの後ねちょっと連打して3点取ることができました。守備はスキップ。はい、なんとかね0点で抑えることができました。じゃあ攻撃、はい、オッケー。残留期待してます、森友哉さん、お願いします。石毛さん2打席目ですね。おお、全出し、能力高。ちなみに投手は比嘉さんに代わっております。おー、打球速ー、
広角ライドラやっぱ強くね。はい、2点追加することができました。確かに守っていきましょう。はい、ありがとうございました。じゃあね、先頭打者ホームラン狙って試合していきましょう。はい、あれからもう6試合も試合をしております。達人6位の方よろしくお願いします。打たせてください。はい、大前だし山本由伸さんでちょっと能力が落ちてるけど、まあ狙えないことはないですね。なんかね、外中が多い気がするんすよね、最近の山本由伸さんの使ってる方って。 OK 来た。 OK、 やっと決まった。ありがとうございました。